こんにちは、ビハイア株式会社の大山です。本日は弊社で運営しているアニメゲーム漫画業界のクリエイター採用に専門特化した求人サイト楽ジョブの採用成功事例についてお話ししたいと思います。で、今回の募集に関してはネイティブのアプリを作ってる会社なんですけれども、なんかアプリのアバターの部分ですね、 3DCG のスタッフさんが足りないっていうことで、経験者取ればすぐ即戦力って形にはなるんですけれども、この会社さん未経験の人でインターンからっていうのにこだわってて、なんでかっていうと経験者でいい人が取れたことがなかったっていうことなんですけども、なんだかんだ言ってこう中途の人がスキルは高いかもしれないんですけれども、前の会社とうちの会社ってい こう企業文化が違う中で、いや前の会社はこうでしたとか、前はこういうやり方やってうまくいきましたっていうのを、前向きにこう他のスタッフさんとこういうやり方やったらいいんじゃないとかっていう話し合うわけでもなく、もう意固地になってその前のやり方を貫き通すみたいな人が多かったみたいで、でちょっとあまり、既卒者というか中途の人材に関していい思いを持ってないっていう会社さんだったので、もう本当に新卒でとにかく上昇志向がある、やる気がある、うちの会社のやり方っていうのを覚えてやってくれるっていう人が欲しいということで掲載始めました。でうちはクリエイターに専門特化してる媒体なので、割と経験者の人欲しいです、即戦力の人欲しいですって普段言われることが多いんですけれども、何気に、新卒者とか未経験者とか、あとは違う業界でデザイナーやってました、プログラマーやってましたみたいな人が6割で、この業界内で、転職をしたいっていうような中途の人が4割っていう構成になってますので、実は未経験者の方のが、ちょっとだけ多いですね。で、最終的にそのインターンとして入っていただく未経験者の若い、方ですね、22歳だって言ってました。マヤのデザイナーとして入社することが決まりました。でそういったですね、いろいろご要望いただければ、なるべくやっぱりその会社さんの意向に合う、でかつ人材も楽しく働けるっていうような方向性で、ご紹介したりとか、人材紹介会社じゃないんでそこまで積極的にはできないんですけれども、土日に電話してここの会社が掲載されたんで応募したらどうですかとかっていう風なプッシュはできますので、ぜひどういうことできるのっていうのも含めて聞きたいっていう場合にはこちらまでご連絡ください。よろしくお願いします。